皆さんこんにちは、こんばんは。かおみちゃんの動画を見てくださってありがとうございます。まおです。今日はプリキュアプリティクッキングの魔法使いプリキュアを紹介していきたいと思います。まずはラインナップから紹介していきたいと思います。1個目は、このコトコトお鍋です。2個目はくるくるジューサーです。3個目はシャカシャカミキサーです。4個目はくるりんホットプレートです。裏はこんな感じになってます。お玉で野菜をすくえるよ。包丁で切れるよ。つまみを回すとお鍋がコトコト動くよ。よくわかんない。ジューシー集めて楽しくお料理お料理しちゃおう。で、あとの横は警告や注意などが書かれています。セット内容はプラスチック完成品一部組み立て1、シール1、ガムソーダ味1入っています。で、開けてみたいと思います。お、入っちゃった、硬かったね。お、なんかいっぱいある。これで終わりかな。なんかいっぱいある。お、ちゃんとシールも入ってます。お、裏を見たら組み立てるのもあるね。早速開けてみます。はい、開けてみました。なんかここもあった、ちょっとブニュブニュなんか丸いのがコトコトなのかな。あとはおたん、ハート型だ。魚のシールを後でちょっとまた貼ってみたいと思います。組み立ててみます。意外と簡単にいけた。魚です。あ、もう組み立てられてる。肉だ。肉が何肉かな、わかんない。ほんとわかんない。またこれは肉のシール貼ります。今度は人参です。これもまた組み立てられてないです。これも人参のシールを貼るので一回組み立ててみます。できました。これもちょっと意外と簡単でしたね。包丁ですね。ここちょっと穴開いてますね。3つ、まな板でこういうのザクッて切るんでしょうね。お、まな板もありました。端っこにハート型が、ここ穴開いちゃう。切れるかな。真ん中に多分置くんだと思います。今度は鍋ですね。コトコト鍋なので、お鍋がなかったらねおかしいから。お鍋の蓋ですね。ここ多分シールを貼るんだと思うんです。ここ貼らないとちょっとおかしいもんね。で、普通の鍋ですね。ここ持てるとちゃんとないやつもあるとは思う。これは、組み立てるのですね。これ結構ちょっと簡単そうなので後でちょっとやってみます。最後にシールです。シール、これは魚、人参、お肉。これはなんだ、あ、このコンみたいなもの、ここに貼るシール。これはお鍋の蓋に貼るシールですね。
シールを貼ってみます。うん、シールの貼るの苦手だからちょっと頑張るな。うん、数字書いてあるけど順番守ってない。まあいいや、なんでも。あう、うん、こうなるか、組み立てに。すぐ外れてくる。お、うまく貼れました。ちょっとずれてるけど、まあいいかな。今度は下の方を貼っていきます。お、ちょっといい感じに貼れた。うん。ちょっとずれてるけど、まあいいか。シール貼るのも苦手かな。はい。今度はお肉を貼っていきます。今度は慎重にやらないとね。うん、ちょっとこれもちょっとずれちゃったけど、まあいい感じにできました。反対の方もやっていきます。ちょっとずれちゃったけど、まあいいや。貼るのはね大変。うん、シール貼るのね得意じゃないの。もっと今度は魚を貼っていきたいと思います。魚は慎重に、お、ちょっと慎重になってきた。うん、パーツも崩そう。あとでまた組み立てる。今度こそ慎重に。お、うまくいった魚だけ。なんで魚だけなんだ。お、うまくいきました。魚は。今度は鍋の蓋のところをここに貼ります。間違えてた。うまく貼れたかな。今度はこのコンロのところを貼っていきたいと思います。今度こそ貼れました。今度はこれを出していきたいと思います。はい、ちょっと外すのもね、欲しいんだけどね、痛いね。これも組み立てれました。これはお鍋の中に入れるのようなのだと思います。シールは全部貼れたので、ここをちょっと乗せてみます。どうことことなるのかちょっとよくわかんない。なんか動いた。回すたんびに動く。ちょっと何か入れてみます。入れていいかな。裏返してもいいか。よいしょ。あ、まだ。よし。あ、なんかコトコト動いた。ちょっと、今度は包丁で魚や人参や肉を切っていきます。よいしょ。またちょっとやってみます。うん、なんか普通に切れた。うん、でもちょっと手洗わないとちょっといけない。でも軽くポンってやるんだったらちょっとあんまり切れないかもしれない。あ、なんで戻してんだ。このままでいいか。はい、今度は肉を切っていきます。え、まだ切れてない。うん、やっと切った。うん、肉もちょっと硬
たい。魚と一緒ぐらいな。今度最後は人参を切っていきます。またちょっと硬かった。多分ここに包丁が来てるんだと思うんです。だから多分なってるとは思うんです。これ全部鍋の中に入れてみましょうか。まだ全然空いてるから、だからこの上から入れちゃおう。ほいっとほいっと。お、入るかな。肉がでかい、でっかいでっかいでっかいだ。もう入らない、もうリスクだ。入らなかった、ちょっと多すぎた。一個ずつ入れたらちょっと入るかもしれないな。一個ずつ入れようか。こうして大きいのでいいか。あ、大きいの、大きいのいつ、ちょっと大丈夫、うん、すぐにいか。うん、あとの残ればまな板に置いとこう。よいしょっと。お、ギリ入った。これでちょっと回してみよう。なんかスピードのようにちょっとコトコトやなってる。うん、あ、なんかくっついてる。あ、すごいすごいすごい、くっついてる。さっきくっついてなかった。くっついた。くっつくやつなのかな。磁石みたいになってんのかな。ここが最大みたいな感じ。赤だもん。ここ薄ピンクになってるけど赤になってくるみたいな感じかな、たぶん。あと、お玉ですね。これ穴開いてるけど、取れるのかな。取れるかやってみます。うん、魚と肉は取れそうにないな。ちょっとこっちにやらせてもらおうか。やってみます。よいしょ。玉たちもいるかい？いるかな？おいしいか？おいしい！お、おいしいか？おいしい？うん。あ、いい。ここ置いとこうか。飽きたまままた食べてくる。じゃあメロディーもあげるね。取れない。取れない。取れないよ。なんでメロディー。取れない。お、取れた。メロリーどうぞ。おいしいな。おお、おいしい、おいしい。じゃあラキ玉のようにここ置いとくよ。うん、まだいりそうだからちょっと用意してく。取れない、これ取れにくい。お、やっと取れた。魚釣りみたい。メロリーにも、はい、メロディーにはなんで取るのが遅いのに。起きたまま早いみたい。あ、やった。いった。よいしょっと。今度は、一つずつにします。取れない。取れない。取れない。あ、なんで回るんだ。なんで回るんだ。取れないよ。取れないよ。あ、こっちに、あ、お玉が。何やってるんだ。取れない。お、やっと取れた。取るのなんでこんなに時間かかるんだ。これも入れとこうかな。取れるかな、これ。一応ちょっとチャレンジ。お、ここでポンってなってる。お、ね、やっと取れた。魚大きいから難しいね。さっきよりお、いった。このちっちゃい方が多分難しいのかな。大きい方がなんか簡単だった。ラキタムたち、おいしい？おいしい、おいしいなの。うん、おいしいと。
ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録してくださると嬉しいです。また見てね。バイバイ。